さ、やっていきましょうか。バイオハザード R4。帰りたいけど帰れない。そんな世の中じゃ、ドゥンドゥンポイズン。はい、ということで、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンをね、押して、ぜひ、ゲーム実況楽しんでってください。まあ、2週目ですね、ハードコア。7時間範囲内にクリアしましょうぜっていうね。というのも、鎧アシュリーを手に入れなきゃいけないんでね。あ、ぜひね、ゆっくりと楽しんでいってください。で、これは、ここチューン打って、無理か。いた？下。That's gotta be their sanctuary. そうだよな、あいつら。Actually. イベントスキップからの、ああ、もう中入っちゃったか、無理か。そっか、無理か、さすがにね。ほい。ほい。先にここら辺の油田を破壊しておかないと、超面倒いことになる。予感がする。うん。あ、皆さん、コーヒーとかね、紅茶とか、まあ、最近暑くなってきてるから炭酸水みたいなね、シュワッとした冷たいジュースなんかね、飲みながら、まあ、ラジオ感覚でゆっくり楽しんでてくれれば OK ですよ。全然ね、そんな目を凝らして1から10まで見なきゃいけないっていうようなね、そんな面白いプレイをやってるわけでも、実況やってるわけでもないんでね、ぜひリラックスして楽しんでってください。30のおっさんがゲームやりながらはしゃいでるっていうだけのね、なんかよくわかんないやつですから。あ、ただね、ブラウザバックボタンを押したりとかで戻るのやめてくださいね。じゃないと今歌ってる武器商人のね、鼻歌を皆さんの着ボイスにしちゃいますから。 LINE の通知音とか全部それにするから。ハイプライス。なんかトレードできる？まあ無理か。そうだよ、マッチルダ用ストップとかも特にないもん。 What's that? What's that? うん、別にあなたがどこで何を仕入れてるかなんてことは企業秘密なのをよく存じております。やっぱそこら辺をね、ちゃんとね、守るっていうところがプロの仕事だと思います。うれ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 、マイクおいで。まだ来た。どうなってる？肉片ばかりで敵が誰もいないぜ。あれ？あれ？マイクの、ああ来た来た。ほい。あ、すり抜けやがった。なんか覚醒器の感じというかさ、スピーカーの感じ、あれだよね。追加のお客さん来た？はい。なんていうか、あれ、なんだっけ、ほら、バイオ5に出てくるさ、覚醒器おじさんいるじゃないですか。あいつっぽい感じがしたよ。うれ。ああ。あ、生きてんだ。おめでとう。ほい。ダメダメ、そんなことしちゃ。あいって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 。え？またく、え、ちょっと待って、今さ、マイクに打たれなかった？ノーダメだったけどさ、アーマーも減ってないからあれなんて別にいいんだけどさ、確実にやられたよね、今。あれ、まだいいんだ。早く倒してくんの？燃えたけど、あれ、アーマーちょっと減ってる？襟首あたりのところがちょっとなんか、おー！これあれだな、欧米版だったら確か胴体と、胴体がちぎれるんだったっけ？ジャックポット！あれ、まだいいんじゃん。どこよ、あ、いたいた。おめえさん、とんでもないとこに投げてきたな。プランプランプラン。てか、人ってさ、あんまり考えたくないけど、死ぬとあんなに柔軟性が良くなるの？制限がなくなるから。でも神経とか筋とかそんな一気になんかなくなるわけじゃないと思うけどな、まあ、痛くならないから思いっきりグイッとできるかもしれないけど、そんな一瞬で、しかも誰の力も加えないでやるってのは難しいんじゃねって思ったりするんですけどね。Leave the area up ahead to me. Take a break before you join in on the fun. あ、いいんすか、じゃあ、はい。ほい。ロケラン撃たれたからロケランのお返しとか、同じ RPG 撃ってんだよな。僕らはもう一人、かわいそう。RGP だっけ ?RPG だっけ ?RPG はロールプレイングゲームか。は、やるな、相棒。やっぱ使えるやつに対して相棒ってちゃんと言う、そういう認識を持ってくれるんだな。そうじゃないやつはどうなんだって感じ。おお、めっちゃ来てる。
まあでもね、ロケランぶっかます方が強いからな。でもさっきマイクに撃たれてやられたからね。特にアイテムは救急スプレーがある。あった、これだ。拾います。これこっちじゃなくて登るんだっけ。あ、そっか。で、あれだ、一時撤退するんだ。せやせや、一時撤退するんだけど、その前にキックで、あれは確実にチュン。中の宝石が壊れないのがすごい、素晴らしい。これドゥ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 、こういうのを持ってるってことはさ、まあ命中率うんぬんは置いといてさ、ヘリでやられる、もしくはまあ空軍パイロットとかそこら辺に襲われるっていうことを想定してたってことなのかな。はい、終わり。で、で、下いる。あ、バイ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 。ロケランは撃たれる前に撃ち尽くす。うん、来てる。どこから来てる。あれ、アイエスターの、あ、いるね。ほい、ん、近くにいる。あっち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 、あ、おめえかにゃろ。わー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 、お前にはトラウマがあるんだ。お前のせいでアシュリー死んだからな。まあ俺がやったんだけどさ。ほい、あー飛び降りちゃった。えっていっていって、無敵時間がないのね、やばいのね。よし、オッケー、燃えて死んぜよー。受け飛べ。えてててて、それ俺だ、それは俺なんだ。ありがとう、開けてくれて。あれ、もう終わり。あれ、上行く必要なかったっけ、これ。あれ、ここでさ、あのチドンチドンイノシシ出てこなかったっけ。マシンガントークのイノシシさん、あれ、めっちゃ後ろから撃たれてる気がする。気のせいか。あ、じゃあ後ろにあるのあれか、マーセの方か。めっちゃ燃えてる。あ、てどっからよ。あれ、あいつか。てか、めっちゃ近くってる。よし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 。で、あいつを、ほい。違うな、上もいるな。あ、いった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 。見やろ。遠いところから狙うなんて卑怯だぞ。おめえらは、接近戦の方が強えだろ。コンプラートブラーボー、金ばっか、金の亡者だこいつら。え、あ、いたいた。おい、弾切れ、あえの、あれまだいる、どこ。なんか自爆したやついる、もしかして。自爆したやついるな、おめえだろ。アイエスターの、うい、うい、足ちぎれてる。まあ足はちぎれるからな。よいしょ。で、あ、そ、これまともに入れなかったんだっけな。正面突破は無理でした。開けるという丁寧さ。で、敵はもう上いんのかな。上いたらまた入ってこられたらちょっとめんどくさいから、やっぱ声するね。おい、飛ばれ、あぶれ、おパリーパリー、あ、甘いわ。接近戦はロケランの方が早い。死ぬこと覚悟だったらね。だからこうはならんだろって死体の角度よ。キャー、えべべべべべ、あー、これはパリブリー、やばい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 。さすがに、さすがに、さすがに死ぬ。よし。おいおい、キバつきかよ。キバ。おお、味方やっちゃってんじゃん。甘いわ。え、まだ生きてる。生きてるっぽいな。なんか、湧いて出ている夏の虫ってやつか。めっちゃ待ち構えてんじゃん。えってー、そうなるんかい。
ああ、やった、終わった。で、こっちもいるはず。だけど無理か。ああ、いたいたいた。ほい。これでちょっと楽になるでしょ。ああ、もう終わってるんじゃん。もう、ああ、まあ、なくなってんじゃん。まったく。この無限武器使っててもこれだもんね。俺よく一周目クリアできたよな。ほんと痛いよね。ごちそうさまです。身を潜めてんだもんな、こいつら。賢いよね。あ、間違えたし、単発の方使おうと思ったの。くるっと。曲は超かっこいい。で、まだいる。あ、うん、まあいいや。あ、なんか拾った。ガンパウダー。で、入ったら、あれ出てこない。敵超いる印象だったんだけど。アイエスターの。あ、まあいいや。拾ったし。そうなんだよね。今回好きな時にアイテムをなかなかこう、アイテム欄を開けないっていうのがあれだよな。ほい。マジャールのベンチの。あ、やばいやばいやばい。拾ってやがる。ほい。オッケー。あれ、こっち来ないね。じゃあ、降ろします。来てー。え、なんか牛みたいな声聞こえてきたけど。あ、牛いたわ。うわー、燃えてる燃えてる。今夜は派手にパーティーだぜ。燃え尽くせ。いる？あ、いたいた。おーおーおーおお、すごいな。花火の連鎖や。ボンボンボーン。あ、ちょっと、撃つ気なかったけど、撃っちゃった。じゃあ行くか。チンチン。こう拾ってく？綺麗にさらっていこうか。こんなところで、宝とか手に入るわけないよね。よし、じゃあ反対側行こう。反対側も、スケさん出てくるっけ？うい。コンテラーノ。違う違う、やんないやんない。やんないやんないやんない。拾いたいだけなのにー。あいって、うまっ。え、うまかったな、今のやつ。お返し。俺は狙わないよ。ほい、下ろします。下ろしたら来るかな。オープンセサミピピピピー。アイエスケベター、アイエスケベター。来た。なんか抱えてるやついるね。まだいるのかな。アイエスケベター言ってるもんな。俺と一緒じゃん。ここ、あ、ここのスペース一緒。あれ、こ、入ったことあったっけ。あんまもう記憶ないや。やっぱこう何十周も遊ぶようなゲームだからね、バイオ RE4 って。いないか。よし、じゃあ降りようか。違うの。ああ、あった。おお！急にスニーキングミッションするやん。やんないやんない。ここめっちゃやらせようとしてくる。で、上にあるのはもう諦めて、よし、じゃあ先進みましょう。なんか、うね、うねって動くのがなんかいいよね。もういないよね、だって。よし。さあ、なんか出番の少ないマイクだったね。ここでも原作の方は戦ってくれてたんですけどね。ということで、とどめは俺が刺す。うりゃ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 。うらうら、やっぱすり抜けるな。なんだ、急に急な透明マントやな。ムービーシーンだからか、なんか全然全てを通り抜けていく。そんなことある？あー、そうなんだ。結構思い出したことがあって、これ大丈夫かなっていうのが、なんだっけ、あれがないんすよ。サーモスコープがないからさ、どれが、その、誰だっけ、
ディヘナラドールが出てくるかが分かんないっていう、そういう感じなんだよね。しかしまあこれもね、演出が変わってキペペオにやられるホークスじゃなくて ナイトホークだっけみたいな感じになってるもんね。わー、ここの登場の仕方がちょっとかっこいいと思ってしまった俺は多分目が腐っている。やっぱりあれだよね、人間に任せるよりも虫に任せる方が早いよっていうね。ほい、あ、まだいる？はい、終わった？まだいる？あ、いないか。 Make sure。 あ、いんのかよ。砕き散らしてあげよう。どうしよっかな。いや、ああいうのやってもいいんだけどさ、あそか、とりあえず壊せてね。あ、やっと一個。あれ、じゃあ中の壊してなかったのか。そうなんですよ。あのね、あの考えてるのが、下の宝を取りに行かなきゃいけないから、そこちょっとやっぱやっとかないとね。あった？ないか。随分静かになったね。そうなんだ。このチャプターまだもうちょっとあるからね。あ、そっか。でもアシュリーと出会う直前にもなんかそういうのあったもんな。ほら、最後のマシンガントークが出てくる場所あったじゃないですか。あんな感じ。で、ここに出して、あったあった。二つ目、そう。で、ここで宝、至高のロッド。これは、サドラのお目目に刺すやつ。オッケーかな。よし。んで、あと、青いコインどこだったっけ？まあ、別にやらなくてもいいか。え？やれって？やだよ。もうだって覚えてないもんね。あとここでしょ。うん、3つで4つ5つが向こうの方だっけ。どこだ。ないしょ。あの上とか、あったりだ。で4つで、あと1個は、あ、だいぶ戻んな。しゃあないしゃあない。まああと1個、あ、これだ。で終わり。メダル4クリアオープン。あ、でそうだ、これ出会う前にあれだよ。で出てくる。あ、出てきた出てきた。これでもさ、やっぱ進化する。それともこれで終わり。進化するよねー。そうだよねー。知ってた。終わり。終わんねえわ。あ、ばばばば、離れる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 。ここまでは来ないだろ。カッチンカッチンって。もうこれあれだな、一個一個確かめていかなきゃいけないな。あー、危ねえ。こいつもしあれだったら終わってたね。大丈夫？大丈夫かな。生体散布移送完了。ほい、ここは出てこない。優しい。四角いくぼみのある腕ワードで、オープン。開かないんかい、こっちか。こ、ほんと、こいつでできたんじゃないか、アヤメーネって。こいつの針でなんか出来上がったみたいな。だとしたら、どういう仕組みであるんだ、針千本か。要はあれ全部皮膚なんだな。わかんない。アイアンメーネよく詳しく知んないからさ。これ目の前のやつがあれだったら、ちょっと待ってて。あ、奥か。オッケー。これでも一体一体全部アイアンメイデンになってたらもう、世話んねえわって話なんだよね。おら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 。オタクの教祖様もこれで一撃死したしてたからさ。まずあの自分が実験体になってどのくらいのものほどのものなのかっていうのをちゃんと身をもって体感して、それをね、あの教祖様にお伝えしていただかないといけないんだよね。ヘビ。あ、いって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 。ヘビ強い。ん？ あ、え、ヘビどこ行った？あ、ヘビ拾った。ヘビは生で食うに限る。サリヘビってでも食用ってことなのかな？あれ？これ出てきたよ。あと。ほい。ほい。終わり。
とこれ全部アイアンメイデンになるってさ、なかなかバイオも鬼畜仕様になったよね、ほんと。よし、オッケー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 。で、これ急がなきゃいけないから、2、3、4、オッケー、最高。さあ、行こう、風に乗って遥かな明日を目指し走ってギリギリやん、ウルトラギリギリ。あー、ここに来てようやく癒しがあるのか。こっちです。じゃあこれもう行くな、あ、ところが、あ、これラストのあれか。あ、いいえ、あなたのためなら何だってやりますよ。よしよしよし、ピキン、ピキン、プレゼントトラブル。ここ何もないっけ。なんだ、ケチかよ。ただのケチだ。で、なんか歌ってる。歌って踊って叫びまくる。こんだけ騒いでんのに、敵がどこにいるのかっていうの全然警戒しないで、ただ立ってるだけになってるよね、あいつ。あれ、こっちか、こっちか。OK。Almost there。うおー、目の前にいたー、エッチ。お前そうやって女湯覗いてんな。あれ、こんなとこいたっけか。ちょっとミスった、ボタンを置く指を間違え、ほい、あれ、ほい、あれ、やばい、ロケランのやつがいる。あれ、ロケラン撃ったやつ自爆した。おっと、ああ、なんだ、うんうん、グルルー、ああ、なんだ、あれ、ああ、すごい、豚ちゃんが追加されてる。豚ちゃん確か1体しか出てこなかったはずなのに、避けられてる。オッケー。で、ここにいた変化するやつはいない、変化じゃないや、伸びスタドールはいないと。ここは開けれるね。開けよう。ヘンガン、よし、登ろう。トゥットゥルトゥルトゥルルトゥル、登ったら敵が追加みたいなこととかってこう平気でやってくるからな、今回のバイオ RE4 はね。なんか中でビリビリしてるやつがいるぞ。エレクトロがいる。めっちゃ燃えてる。あれ？あんなドア引っ張る。ビリビリしなくなった。上にも入れとこうか。よし、降りてっと。あ。あれ？オッケー。まだまだ、おーおーおー、目の前に。今回のロケランはマジでモロ刃の刃だな。ペイペイだ、ペイ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 つってる。あれ、ペイペイ、あー、こっちか。ここから登れたっけか。あ、虫もいる。虫は虫、魔人ルーティン、ディナーはこっちですって。ほい、あー、落ちていく。フェラ出てくきーって、ただの性欲満たしたやつじゃないか。ドンデスター、ドンデスターはおかしいか、今さらドンデスターはおかしいよね。っとい、漏れる。あ、マジで漏れそうな格好しとったやん。あれ、おう、うい、あ、やばい、漏れそうだからもうあれだ、焦点定まらなくなってやん。あ、来た来た、うい、漏れた、大丈夫。なんかお金拾った。で、下はいないと、あとちょっとだ。おお、そうだ、そういえばこんなやついたわ、イノスケ。
鬼滅見たことないからわかんないけどね。禰豆子しか知らないんで。禰豆子と炭治郎。そうそう、なんか鬼滅の刃が苦手だっていう前職の同僚の人がいて、理由が面白いよね。戦う時に主人公の自問自答が多すぎるっつって、その時戦ってる時にあんな自分セルフトークなんかできねえよって突っ込んでて、なるほどねって思って。僕はねシンプルにね第1話の方のね絵がダメだった。あれ敵どこいる？声だけはなんかやたらめったらうげうげ会いたいから、いるならいるって言いなさいよ。開けて、あれ、お腹抱えてっけど大丈夫？脇腹痛い、お水飲みすぎて走っちゃった。これは、あ、そうか、これを変えてしまえば敵が来れないっていう、そういう話だったよね。よし、開けましょう。ファッションシューっと。で、ここは特に、あ、ちょっと待って、なんかあったわ。普通にここにあった。オッケー。アシュリー、待っててよー。君の下着の色が分かったんだ。まさかの黒。そりゃ目立つよね。みんなも肩幅見てみたら分かるよ。前回パートで分かったからね。うん。よし。これでもこの状態でアシュリー撃ったら、さすがに死んでゲームオーバーとかなるのかな。もうちょっと収録時間長くなってっからもう見ないでください。ああ、また来たー変態親父。こいつ絶対これで触手プレイしようとしか考えてないじゃない。まさかのね、教祖様が性欲の塊だったとちょっとね誰も予想だにしなかったかもしれないよね。つつましい願いだろうって。いや、つつましいかどうかで言うとただの変態。Now your flesh, your very thoughts, 肉も骨もそして思念も are already one. Bullshit. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. そして彼女のように。あー、潰されてしまう。yes, the time has come for this land to join our covenant. ああ、本当の教祖様になっちゃってるよね。教祖様なんだけどさ、これなんかさ、まあもともとサラザールさ、二十歳なのにあんな風貌にされるしさ、サドラーもさ、原作の方もちょっと若々しかったじゃないですか。なんか全体的に老けてるよね。まあ、多分クラウザーも実年齢でいうと40歳くらいなんのかな。あれな、35には見えんからね、あれもね。うん、ここでの戦いが一体どうなるのかっていうのすごい見ものっすよね。甘いわっつって、でも一撃で倒すあたりが、一撃で鎖をちゃんとちぎることができることが、何を言ってるのか分かんなくなってきてる。まあ、ちぎり倒すのがね。よし、重い、プルンプルンしてる、プルンプルン。さあ、この状態のアシュリーは、いい。この先が第二研究室、そこにあるのがルイス。ほらほら見て、もうまたとない、ほらこれ絶対 RE2 のシェリーじゃ見れないシーンよ。何が起こってるかなんかもう関係ない。もう私はこの1分2分のこの揺れだけを楽しむためにこのプレイをやってます。ほら、すごいっしょ、これ。でも多分ね、普通につけてたらこうはならんはずよ。こっちがないだけ、多分、だからヌーブラなんだ、これ今。うん。ヌーブラつけてる人見たことないかわかんないけどね。これまず進んでる先合ってんのかな？わー、やば！ずっと見てられる。このまま、このままでいいんじゃないか。あー、行っちゃう、次。いやー。いやー、ああ、普通に生きてるってこと、これあれだ、これをこれをなんかこうテレパシー送ってきてるってことはあれだな、エイラもうやられたな。で、この教祖じゃねえや、信仰たち、ああこれでもまだいけんだ。もうこんななんかよくわかんない人たちをこう見るくらいだったらね、こっちの、あれ揺れなくなってる。え、急に下着補正入った？
こんなの誰も求めてないっすよ。もっともっとプルンプルンして、もっとプルンして、プルンプルン、ミキプルン。こっちでいいよ。これ本当にゲームオーバーなんのかな。それはないよね。全然ミキプルンしなくなったやん。ちょっとサービスプレイが、崩れ落ちる。立ち上がって、さあ立て、立つんだリオン。あ、お尻もいいね。ついでにレオンの息子、レオンのレオンも見てるけど今。あ、ちょっと待って、全員あれじゃん、もうなんか真ん中見てる感じになってる。おいったいった。さあここでほい、カッキーン。オープンセサミー。あ、これで終わり。あ、もうちょっと進むね。戻った、プルンプルンなってる。プルンプルンしてくれないね。あ、急にプルンプルンなくなったな。支えるのが上手になったってことか、これ。で、あ、ごめんなさい、 F を押せます。よし。 You go first. No way. いや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 、Like I told you. これがなんかその考察のやつでもさ、書いてあったのが、先にアシュリーにやってるってことが、その前回、原作の時はさ、その、ルイスが作った機械かどうかっていうものじゃなかったじゃないですか。ところが今回ルイスが作ったかどうかっていうのがもうはっきりと分かっている状態でこれをやってるっていうことなんで、まあ、あの、レオンがシンプルに、そのルイスのことを信頼して、このマシンは大丈夫だっていうことを確信をして、アシュリーを先にやっているんじゃないかっていう考察があって、それ確かになと思って。ただこの絶叫はマジでちょっと思ってたのと違う。やっぱりあのね、あのちょっとずつちょっとずつこう押し当てられて、うっうってなるやつの方がこう全人類興奮したと思うんですけどね。はい、ということで、またあのコンパートも長くなりましたが、最後までね、動画お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。皆さん、お手元の飲み物全部飲み切れたでしょうか。はい、ちょうどいい時間になったかと思います。ということでね、次回パート2週目ラストになりますんで、ぜひ最後までねご視聴いただけたらと思います。それを忘れないためにもね、ぜひ登録ボタン、グッドボタンをね忘れないようにお願いします。リザルト、前回より短いですね。撃退数半端ねえな。はい、ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。